はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、10キロジョギングをしてきました。これからウォークモードを解除しようと思います。というわけでですね、私今カナダの首都オタワに来ております。ちょっとですね、日本カナダ友好議員連盟という、まあそういう集まりのイベントでですね、カナダに来ているということでございます。こちらでもですね、まあ私、週に2回10キロ走っておりまして、まあこちらでもですね、まあ10キロ走ってきたということでございます。どういうコースを走ったかについてはですね、まあ概要欄に、Twitter リンク貼っておきますので、まあ興味ある方は見ていただければと思います。というわけで、まあカナダでもね、一応ドラクエウォークはできるんですけれど、まあ見ての通りですね、こういう、なんかスポットが基本ないんですよね。はい。というわけで、回復スポットなしだし、まあメガモンもいない、祠もなしという、そんな状態ですね。はい。なかなか寂しいですけれど、まあ敵はね、そこそこ出てきます。はい。まあただね、敵も結構少ないですね。はい。まあ、とりあえず10キロ走ってきましたので、ウォークモードを解除していきたいと思います。はい。では行きます。解除。はい。というわけで、10キロ走ってね、相当走ったんですけど、とにかく敵があまり出てこないので、114匹しかね、倒しておりません。というわけで、一応ですね、キラー、なんだっけ、キラーマシーンのレアモン確変か、このクエストを回っております。ちょっとキラーマシーンの心がゲットできたらなと思ったんですけれど、まあなかなかねうまくいかない感じですね。ということでちょっとアルクンデス W を見ておきましょう。どんな感じでしょうか。はい、1万1000歩ということで、まあだいたい毎回の10キロコースとまあ似たような感じですかね。ちょっと待ってください。スライム変身できそうなので、ちょっと、はい。まあ、変身どうしようかな。変身すべきかどうかちょっと、迷いますけれど、どうでしょうか。ランドマークスライムはですね、もう虹色になってるんですよね。ということで、ちょっと、ここではですね、まあ、控えようかなと思います。他にね、変身できるやつがあればいいんですけれど、どうでしょうか。ちょっと見させてください。ということで、ランドマークスライムしか無理ですね。はい。まあ、でもね、ランドマークスライムは、とにかく、もう、図鑑虹色になっておりますので、ということで。でですね、こちら来ると壺がないので、壺がね、全くないので、こちらのですね、アルクンデス W の、この、はい、4色のね、色のところがですね、ちょっと、全く上がっていかないんですよね。そして、こちらですね、マイレージの方も、はい。これ、スポット全く触れられないんですよね。敵と、バトルと歩数はね、はい、上がっていくんですけど、スポットを全く触れることが、まあ、できないという、まあ、ちょっと特殊な状態になっております。はい。ということで、ちょっとこちらの方も見て、モンスター牧場の方もね、見ておきましょう。こちらはですね、はい、金の卵が、はい、残り2900歩までですね、まあ、来ましたね。まあでも負荷はしなかったですね。で、訓練場全然ですよね、これ。はい。1万歩族なんですけれど、まあレベル12までしか上がっておりません。ということで、まあ海外でもですね、敵は出てくるんですけれど、まあ敵の出現頻度がもう圧倒的に少ないんですよね。だから、まあ、そうですね、この匂い袋もですね、上級者用の匂い袋をジェムで買って、まあ、使えばですね、あれ30分有効なので、まあそれを2回ほど使えばよかったのかなとも思いますね。ちょっともったいない気もします。はい。でですね、こちらなんですけれど、はい、スカウトサーチが全く機能しません。これやってみましょうか。はい。はい。全くこの付近にモンスターはいないようだって。で、日本だとこれ出ると、再度ね、敵、スカウトサーチするんですけれど、これはですね、海外にいると、まあこれはできませんと。いうことですね。まあ、海外でも台湾だとね、普通にできるとは思うんですけれど、ということです。はい。というわけで、とりあえずですね、まあ、今回、まあ、いつも通りの10キロジョギングのウォークモード解除なんですけれど、はい、その場所がですね、海外、ドラクエウォークが、まあ、普通実装していない、オタワと、カナダの首都オタワということで、まあ、なかなかね、ちょっと、いつもとは違うような感じだったかなと思います。はい。ということで、とりあえず一応プレイコインのミッション報酬ももらっておきましたということで、はい。
というわけで、参考になるかどうかわかりませんが、参考になりますと幸いです。ちなみにですね、こちら、イモト Wi-Fi というですね、のですね、ちょっとこれ空港で借りて、それで、一応このウエストポーチちょっと見えにくいですね。ウエストポーチに、その妹 Wi-Fi を入れて、走っておきました。はい。ということで、とりあえず、そんな報告でございます。参考になるかどうかわかりませんが、参考になれば幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ